はい、今日の動画はリクエストにあったバックでのフットワーク練習をご紹介したいと思います。やっぱりバックが振れない原因って僕がいつも言ってるのはバックのフットワーク練習が足りないからですよっていうのを言ってるんですよ。じゃあどういったバックのフットワークの練習すればいいのっていうのを具体的にご紹介していきたいと思います。それではやっていきます。レッドイット。はい、以上いかがだったでしょうか。ブロックでのフットワーク練習1種類と多球練習でのフットワーク2種類ご紹介しました。それぞれ解説していきます。まずブロックしてもらっての1球1球の練習、これはバックとミドルにそれぞれ1本ずつブロックしてもらってバックでこう1本ずつ打つ練習ですね。これよくフォアで1本1本の練習とかやるんですけど、フォアではよくやるんだけどバックではみんなやらないんですよ。で、だからみんなバックで打ってから動くっていう動作ができなくてその場で固まってこう打っちゃうんですよ。なのでこの練習はフォアでやるんであればバックでも必ずやった方がいい練習です。で、このフットワークのポイントなんですけど、あくまで打ってから動くことを意識してください。打ちながら動いてしまうと中途半端に飛び跳ねてバック振ることになっちゃうんで、飛び跳ねちゃうってことは目線がこう上下に動いてしまってラケットの角度が安定しなくなってしまうので、なるべく打ってから動く、打ってから動く、ここを意識して取り組みましょう。で、続いて多球練習の2つのバックのフットワーク練習は、これはさっきの練習と違って、さっきの練習は打ってから動く練習だったんですけど、この2種類っていうのは動きながら打つ練習なんですよ。ここの2つの違いをちゃんと明確にしてた方がいいです。フットワーク練習には2つあって、打ってから動く練習っていうのと打ちながら動く練習っていうのがあります。これ試合ではどちらも使うんですよ。どっちか片方だけしか練習してないと、例えば打ってから動く練習しかしてないと打ちながら打てないし、逆に打ちながら打つ練習しかしてないとチャンスボールとかを止まって打てなくなっちゃうんですよ。なのでここの違いはまず明確にしておいた方がいいです。ミドルからバックサイド打つ練習っていうのはフォアと一緒で、要はフォアの飛びつきと同じ要領です。飛ぶ方向に右足を入れて振る、ポンポンで着地する。同じようにバックも飛ぶ方向に力を入れて振る、トントン着地、振る、トントンです。で、逆にバックサイドからミドルに動くときも動く方向に右足を入れる、右足を入れて振る、トントン、振る、トントン。で、この動きっていうのは普段やってない人はなかなか難しいので、ぜひ意識的に練習に取り入れた方がいいと思います。動きながら打つ練習、打ってから動く練習、この2つの違いを明確に、バックの練習だけじゃなくその他の練習でもこの違いを明確にすればより質の高い練習ができるので、ぜひぜひその点は意識してみてください。どうした？このチャンネルが良かったと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方お願いします。またこんな解説をしてほしいなどありましたらぜひコメント欄の方でお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね。